今日は以前からお話ししたかった僕が使っているバッテリーパックについてのお話をしたいと思います。僕が主に使っているバッテリーっていうのはこのようなリチウムイオン電池かこういうタイプのニッケル水素電池です。これらのバッテリーをバッテリーパックで使うのに大変便利な方法があるのでご紹介したいと思います。それはこのような D サブコネクタの25ピンを使う方法です。 D サブ25ピンのメスの方をつけて、使いたい器具に25ピンのオスの方を使います。ちょっと言葉では分かりにくいと思うんで、図でご説明したいと思います。それではご説明していきたいと思います。 D サブの25ピンを使ったバッテリーパックですけれども、まず25ピンを使う場合、このようにピンが25本あります。そしてバッテリーをこの図の場合は12個用意します。そしてそれぞれのバッテリーのプラスとマイナスをそれぞれの D サブのピン、今回の場合1ピンから24ピンまでをそれぞれ接続します。このように1ピンと13ピン、2ピンと14ピン、3ピンと15ピンとこのように続けていって、最後12ピンと24ピンが接続されています。そしてこちらは D サブのメスタイプに接続します。これだけだとまだ何も使えないんですけど、反対の D サブのオス側のコネクターにいろいろ接続を変えてつなぎ替えることで、このように1セルから12セルまでの様々なセルのタイプをコネクターを差し替えるだけで実現することができます。一番上からいきますと、1セルの場合、これは簡単で12並列ということで、オス側のピンのマイナスをすべてつないでしまいます。同じようにプラス側もすべてつないでしまいます。そしてそれぞれのマイナスとプラスから線を取り出せば、1セルの12並列で 3.6V を取り出すことができます。2セルの場合はこのように6ピンずつをつないで、それを2セット用意することで、図のように6並列を2個直列につないだ形になりますので 7.4V になります。3セルの場合はこのように 4×3 の3セットを作って、それぞれ直列につなげば、4セルの4並列で 10.8V、 4セルの場合は3つを4セット作ることで、それぞれを直列に接続すれば、4セルの3並列で 14.4V、 6セルの場合は2つのペアを6個作って、それぞれ直列に接続することで、6セルの2並列で 21.6V、 最後は全てを直列に接続すれば、12セルの 43.2V が取り出すことができます。 DIY の場合、使いたいモーターとかによっていろいろ電圧が変わってくるので、このように D サブを使って接続しておけば、オスのピンコネクターの配列を変えるだけで、このようにいろいろなタイプの電圧を選択することができて、すごい便利です。まだまだメリットがありますので、ご紹介していきたいと思います。それはバッテリーパックを充電するときです。バッテリーパックを充電するときは、このように12並列のコネクタタイプにして、そうすることで充電器は1セルの 3.6V 用の充電器を使えばいいことになります。このように全ての使い道も全てこの1セルの12並列の充電器を使って充電することができます。僕が作った充電器なんですけど、ニッケル水素用の 3.6V 用のものです。またリチウムイオン電池は特にセル数が多くなるとセルバランスを見ながら充電しなければいけないんで、すごく充電器が複雑になって、充電器も高価になるんですけど、このようにワンセルで接続することで、ワンセル用の充電器を使って充電することができます。ただしリチウムイオン電池の場合、念には念を入れて、ワンセル用の充電器をバッテリーの数だけ使っています。リチウムイオン電池5個のバッテリーパック用なんで、充電器はワンセル用のが5個並列についています。また例として、こちらは以前電気ドライバー用で製作したリチウムイオン電池のバッテリーパックなんですけど、こちらを例えば使用していない時にこうやって外しておけば、このように全てのセルが分離するので、安全性はかなり高くなると思います。こちらは以前製作した芝刈り機なんですけど、こちらのバッテリーパックもここのコネクタを外しておけば、各セルが全て独立していることになるので、比較的安全だと思います。数少ない欠点は、使用するときと充電するときでコネクタを切り替えないといけないことです。使用するとき用のコネクタと、
充電するとき用のコネクタを分けないといけなくて、充電するときにこうやってつなぎ替えないといけないんですけど、今まで紹介したメリットに比べればそう大したデメリットではないかなと思います。もう一つ注意しないといけないのは、このコネクタの部分のハンダをするんですけど、ここの部分の絶縁処理を確実にやっておかないといけないことです。万が一ここでショートなどが起こってしまうと電池が燃えたりするので念入りに絶縁処理をしないといけません。リチウム電池のバッテリーパックの場合は、僕はこのカプセルごとにポリスイッチを入れて万が一短絡しても大丈夫なようにしています。このタイプのニッケル水素電池の場合も、この中にポリスイッチが内蔵されていますので万が一短絡しても大丈夫なようになっています。いずれにしてもカプセルごとにポリスイッチなどのヒューズをつけておくのは絶対必要だと思います。今後もいろんな電気製品をこのバッテリーパックを使って DIY していきたいと思いますので、よろしくお願いします。